こんにちは、スティーブです。新しい新作品ですよ。このトレーナー、パーカーっていうんですか、後ろもあります。Amazon に、発売中なのでチェックしてね。わずかしかないんで限定品ですので、お早めに作業が進んでます。今日はね、またほら下水の問題があるって前から言ってるんですよね。それでこう今日からお水、先日の雨でお水がすごい溜まってて、なんとかしなきゃっていうことで今これ折ってもらってます。これも入ってるんでここまではできます。次は木をこう張ってもらうんだけど、とりあえずここを折って、ここで下水をこのドライブウェイの下をくぐって、あっちの後ろの方にお水が流れていくようにっていう感じですが、本当は一番理想的なのはで、ここからここに持ってくるのは一番いいんだけど、段差があるんでお水が流れていかないので、自然なお水の流れはあっちだっていうことで、これやるしかないっていうことで、今セメントはせっかく新しく入れたばかりのセメントをこう今切って、その下にパイプをくぐってこうそのまま流れてくるので、今見せます。地に流れていくように、これ自然な流れの道なんですが、先日の予定はこう掘って、本当は家のまた前まで持って、道に下水の方にお水を落としておくような予定だったんですが、電線などの、インターネットケーブル回線などが、まあ、埋まってて危険だという、まあ、あとねスプリンクラー、そのほら芝生にお水をまいてくれるシステムとかもあるんで、それはね治るんだけど、電線などもあると大変なことになるので、とりあえずここまで持ってきて、で再度必要ならまたやるっていうことに、ちょっとな納得しない説明だったんですね。でもとりあえずお水の流れをあっちまでは、とりあえず家から離れていけばいいということなので、少なくてそれがこうなんか現実できればできるといいですね。ところで大きいよね、かなりシャッターのドアも大きいし、これも大きいし、このままだったら腕を仕上がる人もいるんだけど、やっぱりおしゃれにしたいので、石、前から出てる石っぽい石というか、その針、石と外に、これが終わったら最後のパネルはここなのかな、ね、まだ断熱材があるけどこれでなくなるのかな。いろんな作業、いろんな業者さん、いろんなこう考えること、やっぱり、勉強になることが多いよね。まあね、今まであまり雨とかは降らないカリフォルニアに長年住んで、お水のこととか雨のこととかあまり考えたことはない。まあ、というのは物をここまでは作ったことはないのが初めてなので、勉強になることも多い、イライラすることも多い、二度も次はもしやったら、何でももう勉強というのはね、人生、まあ、そういうのはあるんだよね。まあ、これはたまたま工事のことなんだけど、車もそうだし何でもそうなんだけど、穴を掘って掘ってパイプも用意してあるけど、まだ入ってないですね、まだ入ってないですね。このままなんですが、雨が降るということなので入れてほしいっすな、降る前に。そしてこれが出来上がってきてますね。次もう屋根屋さんはまた別の会社になるんで、家と同じような感じの、
屋根材を使うことになるので、全然違う感じ、普通のスチールビルとの全然違う感じになりますね。また嫌な天気になってきましたよね。でも、これ仕上げないといけないわけなので、早く。あ、そういえば、この間入れてもらったこの下水のところは、バッチリと、この間の大雨の時は、これまだコンクリート直さないといけないんですが、ここに雨が流れてきて、家の屋根から流れてくる雨も、この下のパイプでくぐって、こういう感じで入れてもらったのは、まあ、とりあえず問題なかったんですね。よかったです。湖であったところは、おそらく治ったのかな。よかったことです。次は、こいつの仕上げですね。仕上げるには、石が、ほら、ああいう石が貼られます。ああいう風に、貼っていくんですよね。飾り石というか、こういう仕上げ方になりますね。そうすると、家と、この辺の綺麗な家と、変わらないような感じの、仕上げ方になります。ただの安い、スチールビルよりも、こういう感じのものになりますね。どうですか？かっこいいですか？こういう感じで、スチールビルには、板で建てられた家と変わらないように、こういう仕上げ方とかっていうやり方があります。アメリカで。普通の鉄、こういう鉄板とかのパネルを見るよりも、やっぱりいいんだよね。やっぱりこれがいいです。こういう見た目。ただ、どこまで今材料的にはあるのか。俺はね、外壁の 70%、7割を屋根は入れないで、7割をこの石で、もうカバーっていうか、かけないといけないっていう、こういう近所のルールっていうのもあるんだよね。なので、ほら、どこまで、この辺りまで上に行くのか、その周辺で、その上に残ってる鉄の部分が変に見えるのか、などなどの考え方がある。もう意外となんか貼りやすいものみたいんで、これからもう仕上げが多分早いといいですね。早く中を入れたいし、シャッターも早く来ないといけないし、ですね。楽しみが多いです。すごい寒くなったテキサスですね。作業をそれでも続きます。寒くなって雨も最近降るようになって、だからって、これ続かないわけにはいけないですね。続くしかないです。ビルの方のね、屋根以外はもうできたんで、シャッターも。あとは、この石というか、この外壁に貼る、このストーンっていうのかな？ジェーンストーンっていうものです。これは外に今貼ってもらってるんで、どういう風になっていくのかって楽しみですね。ちょうどいい感じになってきてますよね。全然スチールでできたものとして見られなくなるんだよね。かっこいいです。ショップ見える？うん。ここから今帰ってきて見えるよね。あれ石がなんかすごいいい感じじゃない？ねえ。ねえ、なんていうか屋根がつくとめっちゃかっこいいんじゃない？シャッターも入ると。ね。いいね。いいね。ちょっとここからまだ覗いてないので。おお、どん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 いい色になってきてるんじゃない？ねえ、家っぽくなってきたんだよな。石、そのストーンを貼ると、かっけー。